皆さんこんにちは、西野ひとみです。今日私は北茨城市茨城県天真記念いずら美術館にお邪魔しています。この美術館ですが、この北茨城いずらを愛した岡倉天心、横山大観などの画家の作品を所蔵するために建てられたと言われています。そしてこの中カフェテリアもありますし、私が大好きな売店もあって、ここでさまざまな日本画、そして西洋画の小物、そして天心が愛していつもニューヨークでも使っていたと言われる風呂敷のレプリカなど売っています。それからお子さんが大好きなキャンディ、これはこの近くにあります画室だった六角堂の絵を模して作っているキャンディ、こちらも売っているんですね。今六角堂と申しましたが、この六角堂ですが、先の震災で流されてしまいましたが、今再建されてまた私たちの目を楽しませてくれています。ここ北茨城市のシンボルでもあります。さあ、そして皆様こちらをご覧ください。この美術館ですが、海のすぐ上に建てられているんです。今日は少しガスがかかっていますけれども、ちょうど空と海の境目がなくて、全体的に美しい青が広がっていて、とっても綺麗ですよね。もう立秋は過ぎてしまって、本当は暦の夢では秋なんですけれども、今日はとっても暑いです。でもこの赤トンボが飛んでいたりして、ブルーとのコントラストがとっても見事です。さすが美術館という感じですね。こちらにはすぐ下には大津港、そして平方港などの漁港もあります。そばには北茨城市で唯一の海水浴場、二津島海水浴場もありますよ。二津島は震災で全部草がなくなってしまって、剥げてしまったんですけれども、最近また緑をやっと取り戻しました。そして昨年からまた海水浴場がオープンしています。今年はさらに昨年よりもオープンする面積を広げて、白い砂浜で皆様のお越しを楽しみに待っています。さて、こちらの美術館の話に戻りましょう。こちらの美術館では、ただいま水のシンフォニー展を行っています。水辺を描いたらピカイチ、あのクロード・モネ、睡蓮でも有名ですよね。クロード・モネの絵を茨城県近代美術館からお借りして、こちらで見られるということです。その他、日本全国そして世界各国の水の絵を一堂に集めて、この企画展は開催されています。なんとなくお水を見ると爽やかな、そして涼しげな気持ちがしますよね。皆さんぜひ海水浴がてら、そして茨城の美味しい魚介類を召し上がりがてら、こちらにもいらしてみてはいかがでしょうか。茨城の海でお待ちしています。それではスタジオのジェームスさん、ももちゃん、今日もお願いします。いばきらステーションスタート。皆さんこんにちは。8月8日金曜日、本日も茨城県庁スタジオから元気に生配信でお送りしていきます。いばきらステーションのお時間です。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、オープニングは、うん、北茨城市の、天真記念いずら美術館、はい、すごい景色良かったですね。あそこからのね、眺めと言いますかね、もう空気感、はい、確かに天心さんが好んだんだなっていうのはね、分かりますよ。足運ぶと、もちろんももちゃんも足を運んだことが、はい、ないんですよ。まだないんですけど。何まあでもね、確かに北茨城市ですから、はい、まあね、この県南地区とか、あの県央地区の方、ちょっと、はい、気持ち遠いのかなと思いがちですけども、ね、ところがどっこい、あの車で行きますと、はい、もう本当ドライブがてら海岸線沿いを走っていきますから、はいはいはい、もう景色も楽しめるんですよ。あっという間に着いちゃいますよ。本当ですか、はい、
じゃあぜひあの、ね、県南とか県政の方、うん、行ったことない方も、うん、行ってみてはいかがでしょうか。はい、おすすめでございますよ。はい、で海水浴場もあるということなのでね、うん、はい、本当にさっきひとみさんも言ってましたけど、うん、遊びに行きがてら、はい、いいですね。あの美術館の方にも、うん、ぜひぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、さあ今日お天気なんですが、うん、予報では雨も明日からですかね、うん、あるっていうようなことなんですけども、はい、今日のお空はどんな感じでしょうか。見てみましょう。どうぞ。わあ、海、水面から空が、でもね、いい感じの天気ではありますけども、ね、ちょっと県庁付近はね、曇ってますね、若干ちょっと雲が多かったですよね。北茨城の方ではまだ青空が見えているということでございますが、とはいえ、まあ、雲が出てますんでね、うん、昨日よりはちょっと気温の方も少しこう低めになってるんで、うん、そうですね、過ごしやすいかなって感じはします。はい、はい、ただね、雨ももしかしたら降るということですので、うん、あの傘などは絶対に忘れないように持ち歩いてください、うん、はい、さあそして私たちの左手、うん、皆さんから見て画面右手側にございます、はい、こちらソーシャルストリーム、うん、ログインしていただきまして簡単にコメントなど、書くことができます。こちらいばきらステーションですね、ご感想や私たちへの、コメントなどなど何でも構いませんので、うん、皆さんコメントしていただいて一緒にこのいばきらステーションを盛り上げていきましょう。というわけで皆さんからのコメントお待ちしております、はい、どん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 お寄せくださいね、はい、もう今ですよ。ほらほら書いて、ほらすぐ書く、今か、くはい、ほら書きましたか。言われたら少し暗いはすぐやっちゃうってそうですよ。そうじゃない、そう、それとはちょっと違いますけれども、はい、夏休みの宿題がある皆さんは、はい、今から計画的にやってください何の話をしてるんでしょうか、はい、はい、というわけで、コメントもお待ちしておりますので、はい、ぜひぜひお書きいただければと思います、うん、それでは1時間お付き合いのほどよろしくお願いします。皆さんこんにちは。2014年アサヒビールイメージガールの岡めぐみです。昨年ギフト限定商品としてお中元お歳暮にて大好評をいただき、今年2月にはプレミアムビール市場に本格参入させていただいたアサヒスーパードライドライプレミアムのお中元セットを今年も販売させていただきます。アサヒスーパードライドライプレミアムは贅沢なコクとキレを同時に実現するために厳選された素材を使用し、かつひと手間をかけた醸造によって生み出したアサヒビール史上最高傑作のプレミアムビールです。最高の感謝を伝えるなら今話題のこのプレミアム、アサヒスーパードライドライプレミアムをぜひ今年のお中元にご検討ください。続きまして、茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。中学生に行政や議会の役割を学んでもらおうと、つくばみらい市で中学生議会が7月30日開かれました。議員を務めたのは市内の4つの中学校の生徒12人で、活性化や防災、道路整備などまちづくりについて熱心に質問しました。保護者らが傍聴席を埋める中、最初に登壇した八原中学校3年の大倉千鶴さんは市のイメージアップについて質問しました。台裏として作るのはどうでしょうか。部屋にもキャラクターを登場させれば市民の郷土愛も深まることと思います。これに対し片庭正夫市長は、特産品のブランド化を進め市のキャラクターの募集も検討中と次のように答弁しました。キャラ、いわゆるゆるキャラは市のイメージアップ、そして地域活性化の大きな力になると考えますので、来年に迎える市政10周年記念事業の一つとして積極的に取り組んでまいりたいと思います。続いて伊那東中学校2年の福田しおりさんは、移動図書館の整備を提案したのに対し、石塚正則教育長は課題をクリアし本に親しむ環境を向上させたいと答えました。また同時に市の図書館で借りた本も、また小絹中学校3年の中田光太君は首都直下型地震を念頭に災害対応を質問。片庭市長は非常食9000食や市民の飲料水2週間分を備え、他の人の災害協定など幅広く対応していると説明しました。このほか道路整備への要望が目立ち、片庭市長は子どもや高齢者が交通事故に遭わないようにしたいと答弁しました。信号が赤になり、
車と接触しそうになることもある。前は全然こういう仕事を気にはしていてなかったんですけど、このような職を自分がついてとても大変な仕事だなと感じました。最初は緊張したんですけど、議会の雰囲気とかよく知ることができてとてもいい体験になりました。中学生たちの質問に答えた片庭市長は、自分たちの町の将来を考えた質問揃いで頼もしいと話していました。いわゆるスマートインターチェンジを設けることについて検討しているところであります。次のニュースです。県内のトラックドライバーが運転や整備の技術を競う運転者技能協議会が2日、茨城町長岡の県警運転免許センターで開かれました。県トラック協会が主催した協議会には、一般2部門とトレーラーの合わせて3部門に44人が出場しました。38回目を迎えることになりました。協議のために終わることでなくて、日常の業務に生かしていただいて、荷主の皆様から信頼される安全輸送を業務に役立てていただくことをお願い申し上げます。最初の学科試験では、安全な交通についての問題を30分で80問を解きました。運転競技では安全確認や左折・右折、駐車、交差点の通過、坂道発進、狭いコースの走行、バックによる S 字走行などの項目について審査を受けました。フォーム付けと呼ばれる種目は、トラックを交代させながらついたてに近づけるもので、ついたてまでの距離で採点を受けました。整備点検協議は、車両の安全を確保するため日常的に必要な点検について審査しました。タイヤの空気圧やウォッシャー液不足など7つの不良箇所が設けられ、参加者はその見つけ出しに取り組みました。右ブラシでお願いします。協議の結果、11トンクラスで1位となった東日本日立物流サービス土浦輸送グループの朝日康雄さんが最優秀賞に選ばれました。初出場で優勝できて嬉しいです。安全運転で無事に会社に帰ってくるのは、はい、ことです。まあ、出るからには優勝を目指したいです。はい、はい、とりあえず去年に引き続き、2度 V2 達成できたので嬉しいです。いや、なかったです。全然逆にプレッシャーの方が強くて、はい、まあ、安全運転もそうなんですけど、まあ、家族のもとに安全で帰るってことが一番の目的としてます。去年2位だったので今年こそはと思ってました。やっぱりスピードの出し過ぎに注意したり、交差点の確認など注意したりしてます。朝日さんらは10月にひたちなか市で開かれる全国大会に出場します。最後のニュースです。茨城県内の高校や中等教育学校を卒業し、この春に防衛大学校に入学した1年生9人が7日、橋本勝知事を表敬訪問しました。県庁を訪れた防衛大学校の1年生9人は、4月から始まった授業や寮生活の様子など学校での近況を報告しました。今どう入ってみて、今のこの感じとしては、入る前と入った後の感じは。上級生はもうみんな優しく、部屋単位で行動することは結構多い。そこまでは文句はないですけど、ごめんね、はい、学生は分刻みの規則正しい生活や防衛学などの授業内容を紹介しました。寮生活の話では、テレビがないことで起こったエピソードも紹介されました。いや、ワールドカップどうなってか分からない。全く分からない。私のところでは許可されたんですけど、
うん、私それ知らずに朝ラッパで起きたらみんなサッカーで観戦して防衛大学校の学生たちは特別職の国家公務員として4年間の学生生活を授業や訓練、部活動などに費やしています。はい、これから日本の立場どうしていくのか、中国、韓国との付き合いどうするか、向こうがやや難しいのは教育で教えちゃってから難しいんだよね。学生たちは橋本知事の話に真剣な面持ちで耳を傾けました。茨城県のトップの方と出会えて光栄に思っております。最初入って厳しいと思うことは多々ありましたが、立ち返ってみると非常に充実した生活を送れて、かついろんな研修に行かせてもらって、それを国費で賄ってもらえると思うと非常に国民の皆さんに感謝しております。将来幹部自衛官になった時に部下から信頼されるような上官になりたいと思ってます。学生たちはこの後母校に恩師なども訪ねました。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。皆さんこんにちは、ネバギロです。今日は皆さんに僕たちからビッグニュースがあります。なんと僕たち笠間特別観光大使に任命されることになりました。イエーイ。はい、僕は第10代笠間観光大使として2年間観光 PR をしていたんですけども、ネバーギブアップとして、そして笠間特別観光大使として大好きな笠間に帰ってこれて本当に嬉しいです。はい、そして任命式を8月の17日17時半から笠間の祭りで行います。これを僕たちのね、任命式ですから、はい、皆さん一緒に共有してください。はい、そして任命式前の16時半から30分僕たちのライブもさせていただきます。はい、様の祭りで皆さんに会えることを楽しみにしてます。以上、ネバーギブアップでした。皆さんお待ちしてます。イバキラ TV をご覧の皆さん、こんにちは、勝美でございます。突然、スタジオにやってきたのは意味がありまして、今日用事があって県庁に来たんですけど、ついでなんで PR させてください。私今5月から始まっている全国ツアー中でございます。暑い夏は茨城県内、そして関西や九州なども行ったりするゆるツアーというのをやっておりまして、茨城県はですね、5月に水戸で皮切りで始まったんですけれども、8月の23日ひたちなかライブラリーカフェ全然さんであります。アコースティックライブなのでしっとりした曲が多かったりもするんですけれど、90年代の僕の代表曲もプレイいたします。というわけでございまして、8月23日ライブラリーカフェひたちなか全然いらっしゃってください。そして毎週月曜日と火曜日、茨城放送ハッピーパンチ、月曜日と火曜日朝9時から12時50分までラジオの方もぜひお聞きください。勝美でした。さあ本日もですね、私たちから見て、左手側、皆さんの画面から見て右手側にございます、こちらソーシャルストリームのコメントたくさんいただいております。ありがとうございます。紹介していきたいと思います。いつ書くの、今でしょ。桃子ちゃん何言ってんの。ちょっと私ですか、びっくりした今、私ですか。っていうね、ほらコメント、ほら見てくださいよ、書いてあるじゃないですか、ほら何でしょ。そうですね、はい。次のコメントについたいと思います。トラック野郎といえば文太さんですね。お、来ましたねこれ。もうね、文太さんだとキンキンね、もうあれ楽しくてね、もう何本見ても飽きないんだよね。バーしてきてね、はい、タイヤがもう熱くなっちゃってるからね、路面に水まくんですよ、はい、トラックレースでね、水まいてこうタイヤを冷やすわけで、バーッと走ってくるわけ、ね、なるほど。あれ、トラック野郎ご存知、はいはい、ない。ジェネレーションギャップでございます。まだまだ皆さんからのご投稿お待ちしています。どん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 コメントお寄せくださいね。はい、お待ちしております。いいんだよな文太さんな。さあこのようにですね、コメントなどで、皆さんに番組にご参加していただくのはもちろんなんですが、うん、私たちが、皆さんのもとにお伺いしてお話をお聞きするコーナー、続いてこちら、はい、イバキラーピープルのコーナーです。今回イバキラーピープルはですね、うん、はい、おい、私が、うん、水戸市、内原商工会青年部の方にお話を聞いてきました。さあ一体どんなお話なのか見てみましょう。どうぞ。皆さんこんにちは、
鈴木桃子です。今日私は水戸市の水戸市内原商工会館にやってきています。今回のイバキラピープルでお話をお聞きするのは水戸市内原商工会青年部の部長ロキタさんにお話をお聞きしたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そもそもこの内原商工会青年部というのはどういった活動をされているんでしょうか。そうですね、地域の、はい、イベントや、あとボランティアとかですね、うん、そういうのを主にやってます。はい、はい、イベントやボランティアというと、はい、例えばどういったものがあるんでしょうか。地元の、まあ、お祭りとか、はい、あと産業祭とか、あと、まあ、頼まれれば他の町の、うん、イベントにも、はい、出店やそういうこともやってますね。他の町っていうと例えば今までどこに出張したりっていうのは、大洗とか城里とか、遠くは鉾田ぐらいですかね。あ、そうですか、鉾田まで行ってます。そういった際にはどういうことをしていらっしゃるんでしょうか。ですね、今内原の商工会青年部で、はい、白ごまカレーっていうのを売り出してまして、でそれの主に販売ですかね。白ごまカレー、はい、白ごまの入ったカレーっていう。そうなんです、あのカレーの中に白ごまペーストがこう練り込んであって、はい、まあ、色は白いんですけど、やっぱり白いんですか。白いんです。白いカレー、白いカレ ー、 おー、美味しそうですね。昔流行った白いカレーです。っていうのを、販売されていらっしゃるんですね。そ う、 です、はい、そうなんですか。そういったところで、やっぱり緑田さんも一緒に、行って、そうですね、そういう、白ごまカレーを売ったりとかもしてるわけですね。はい、どうですか、あのそういうイベントでいろんなところに行くと思うんですけれども、あのその、地域の方との触れ合いももちろんあると思うんですが、そうですね、はい、そういった時のお気持ちというのは、やっぱりそのいろんなところに行って、はい、あの販売とか、うん、あのボランティアとかをしてると、内原さんまた来てくれたんだねとか、白ごまカレー美味しかったよとか、そういうのを言っていただけると本当に嬉しいですね。そうなんですね、はいはい、そして、なんと今回なんですが、はい、このイバキラピープルにご出演していただいたというのも、先ほどからこの後ろにあります、はい、夏祭りを、そうなんです、はい、開催されるということで、はいはい、今回こちらのお話もじっくり、お聞きしたいんですが、はいはい、この夏祭りというのは毎回、毎年やってらっしゃるんですか。そうですね、毎年、はい、もう今年で36回目ですね。36回目、はい、36年間、まあ、途中なかったこともあるんで、はい、だいたい40年ぐらいの歴史が、ずっと長く続けてらっしゃるお祭りなんですね。はい、この夏祭りなんですが、8月の、いつになりますか。8月の、はい、16、17日ですね。16と17日、はいはい、その場所っていうのはどこになるんでしょうか。内原のイオンの、はい、隣の出会いの広場公園という公園で行います。はい、その公園で行われるということなんですが、はい、この夏祭り、たくさんあると思うんですけれども、どういったことをやるんでしょうか。まず1日目が、はい、内原ビール祭りっていうのをやります、はい、でその中で、まあ、ビールを何種類か、揃えさせていただいて、はい、でその中で、常陸牛の炙り焼きの無料配布をやらせていただきます。無料配布ですか。はい、無料配布、無料配布です。そしてビール祭り、ビール祭り最高じゃないですか。ぜひ大人の皆さんに楽しんでいただきたいなと思いまして、はい、やらせていただきます。うん、やっぱりなんか夏祭りとかっていうとお子さんが楽しんでらっしゃるイメージもありますけど、ビール、そして常陸牛炙り焼き、はい、大人の皆さんも楽しめるんですね。そうですね、はい、はい、その他にはどういったものがあるんでしょうか。そうですね、で2日目が、はい、まあ、通常通りいつもの盆踊り大会と、はい、花火ですね、花火大会を行います。花火大会とそして盆踊り、大会もあるということで、はい、毎年、そういったイベントっていうのはこう続けてやってらっしゃるんでしょうか。その内容としては。そうですね、はい、内容は毎年同じやつをやったり、はい、まあ、若干変えながら、まあ、常に毎年来ても飽きられないような形にしたいなと思ってますんで、はいはい、
その例年やっているものの中で、はい、やっぱり人気のものっていうのもあると思うんですけれども、どういった内容になりますか？まあ、まあ一番人気はやっぱり花火大会、花火大会なんですけども、ね、はい、これはもうすぐ近くで見れるっていうのが売りの花火で、すぐ近く、はい、はい、公園のもう本当に近くで花火を打ち上げて、でも打ち上がる下から見られるっていう、そうなんですか、もうなかなかそんなね近くで見ることないですよね。距離も近いですし、はい、結構人気ですね。へ、はい、じゃあそれも毎回花火大会やってらっしゃる、やってます、で人気の内容だということで、はい、今年も花火大会やります。おー、じゃあ楽しみですね、はい、目の前で下からこう見上げるような形で、そうですね、大迫力じゃないですか。大迫力なんですよ。はい、今回今年のこの商工夏祭りで、はい、新しくやり始めたことっていうのは何かございますでしょうか？ですね、はい、まあ例年盆踊りはやってるんですが、その盆踊りの中で、はい、盆踊りジャンボ、盆踊りジャンボっていうのを今年やります。はい、盆踊りジャンボと言いますと、これですね、毎年サマージャンボといって、はい、夏祭りの広告を、広告をもに抽選券がついてるんですけども、はい、その抽選券を持ってきていただいた人が抽選できるサマージャンボっていう、まあ、1等が5万円の商品券なんですけども、はい、それをちょっと盆踊りバージョンでやりたいなと思いまして、ジャンボ、はい、はい、盆踊りを踊っていただいた方全員にチャンスがありまして、はい、で踊っていただいて、その最後に、うん、やっぱり商品券5万円分を抽選でプレゼントしたいなと、はい、そちらも5万円分、はい、大盤振る舞いで、なんと、すごいですね、嬉しいですね。やってしまいました、やってしまいました素晴らしい、赤字覚悟で、それ言っちゃって大丈夫ですか？もう大丈夫です。大丈夫、はい、このではサマージャンボ抽選会が毎回やっていたもので、今年から盆踊りジャンボ抽選会、はい、ということで、どちらも、はい、そう、なんか大きな違いっていうのは、その盆踊りに出てる出てないの他に何かあるんでしょうか？まあ盆踊りジャンボの場合は、はい、どこの地区の方でも、うん、見通しじゃなくてもどこの地区の方でも踊っていただければ参加できますので、はい、なるほど、はい、広くチャンスがあるのかなと思います。はい、じゃあもう踊った方全員にチャンス、全員にチャンスあります。踊れば OK で、そうなんです、そうなんですね、はい、じゃあぜひ皆さん盆踊り大会の方もね、ぜひお祭りを楽しむだけじゃなくて踊って、その後嬉しいことももしかしたらあるかもしれませんので、あるかもしれません、はい、参加されてみてはいかがでしょうか。はい、はい、ということで、この夏祭り毎回やってるもの、そして新しいものといろいろと目白押しで、はい、今もう準備にお忙しいとは思うのですが、はい、その準備の段階で今、六田さん自身どういったお気持ちでいらっしゃいますか？いや、もう本当に無事に開催できることと、はい、もうみんなが怪我もなく、で本当にたくさんの人に来ていただきたいなと、楽しんでいただきたいなと思ってます。はい、でもこれだけたくさんイベントがあれば毎回たくさんの方がいらっしゃってるんじゃないですか？そうですね、はい、まあ、昼間がすごく暑いので、昼間はちょっと大変、来るのは大変かなと思うんですが、はい、夕方からは本当にすごい、方に来ていただいて、人数に、本当に歩く場所もないぐらい、そんなに、すごいですね。すごいんです。ではもう今年もたくさんの方がいらっしゃいますね、きっと、はい、会場からはみ出すぐらい、はみ出しちゃいますか、来ていただけると嬉しいです。はい、では皆さんはみ出すまで、こちら、場所もう一度お願いしてもよろしいですか？はい、はい、水戸内原伊予の近くの、はい、内原出会いの広場公園っていうところですね。出会いの広場公園、はい、8月16日土曜日、そして17日日曜日の2日間ですね。2日間です。はい、そして初日は、炙り焼き無料配布、はい、2日目は、盆踊りジャンボなどの、はい、たくさんの楽しいイベントも盛りだくさんのこの商工夏祭り、ぜひ皆さんも来てみてはいかがでしょうか。ぜひたくさんの方に来ていただきたいですね。はい、お待ちしてます。はい、
お待ちしております。六田さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、もんこちゃんお疲れ様でございました。はい、ありがとうございます。はい、こちらの内原イオンのですね、ちょっと隣にある公園、私、あの公園があるっていうのを知らなかったんですけども、結構綺麗でね、広い公園だったので、ぜひぜひ皆さん行ってみていかがでしょうか。なんかあんだけ立派な櫓が立つ盆踊り、ちょっと久々に見たんで、新鮮かもしれないですね。確かにそうですね、櫓の周りで盆踊り踊るっていうのは、ね、定番の絵ですけど、最近あんまり見ないかもしれないですね。そう、ちょっと、あれでしょ、盆踊りでこうやって踊ってると抽選されるでしょ。あんたあんたいや、それではないと思います。ではないな、はい。そうです、ソーシャルストリームもですね、たくさんいただいております。はい、ありがとうございます。ビール祭り、飲み放題なのかなということなんですけれども、ぜひ行って確かめてみてください。はい、うちは商工祭り、そうだね、やっぱこれ行かなきゃよね。そうなんですよ、でもやっぱりビール祭り、大人の方はやっぱり嬉しいですよね。そりゃそうだよ、夏の暑い時期に踊って汗かいてギャッ、どうもはい、今のは何の、もう嬉しいって嬉しいのありがとうございます。はい、そしてジェームスさんの裸踊り見に行かなきゃ。あ、なるほどね、盆踊りでなく、裸踊り。まあそれはじゃあちょっとあとゆっくりお話ししましょう。あとゆっくり、あ、いやらしいな、この隠された手が。あとでゆっくり裸踊りを見に行く。これ次第でよろしくお願いします。これ次第で、はい、はい、なんで言うってお前ちょ、やらしさを半減させてみました。これ次第で、あ、もう出さないでくださいよもうはい、というわけで、はい、見ていただきました、三戸市内原商工会青年部六田さんのお話でした。はい、さて、あれ、なんかトラック野郎見たくなってきちゃった、レンタルしてこようかなってコメントいただいてます。すごいね、自分で振っといて見たくなっちゃったっていうことで。でもその気持ちわかる。ああ、そうですか、なるほど。ちょっとどうしよう、俺もうずうずしてきた。本当ですか、トラック野郎見たい熱が、はい、そう、でもね、トラック野郎以上にやっぱ気になるのがあるんですよ。何、はい、ですか。え、あのね、やっぱこの時期ね、ビールも美味しいかもしれないですけども、はい、あ、こういろんなものを混ぜて作るカクテルっていうのも美味しいんですよね。あ、カクテル大好きです。で、はい、実は、今日もう一本あるんですよ、イバキラピープル、はい、なるほど、はい、それを僕が言ってきたんですけども、日本バーテンダー協会茨城支部っていうのがあるんですね。そういうのがあるんですか。こちらでですね、ちょっといろいろお話を伺ってきたんで、ご覧いただきたいと思います。どうぞ。今日はですね、私、水戸市南町にありますバーミルウッドにお邪魔してるんですね。今日お話を伺いますのは、日本バーテンダー協会茨城支部の皆さんにお話を伺っていこうと思います。ご紹介してまいりましょう。日本バーテンダー協会茨城支部の池延さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして新井さんでございます。よろしくお願いします。そして中村さんですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで、皆さんきっちりスーツを着られてるのに俺だけアロハというですねすいません、ラフすぎてというお話を伺っていきたいと思うんですけども、まずね、僕はそこそこ酒飲みなもんですから、はい、日本バーテンダー協会っていう名前を伺っても、はい、まあ、おおよその想像はつくんですけども、はいはい、ご覧の皆さんで、日本バーテンダー協会っていうのは一体何ぞやという方もいらっしゃると思うんで、はいはい、まず日本バーテンダー協会っていうのは一体どういう団体なのかってご説明いただけますでしょうか。はい、日本バーテンダー協会はですね、まず世界 のお酒、洋酒特にですね、そちらと、あとは世界のたくさんの、商材、食べ物、ございますね、はい、でなおかつ、近年では茨城の食材、こちらを、利用しまして、カクテルあるいは料理等を作りまして、今までにないもの、そして、世界からの新しいものを取り入れながら、日々のですね、そのカクテルの文化で、飲料文化、それの研鑽、努力をすることにより、発展してい、くというような協会でございます。なるほどね、はい、そのお酒に限らず、はい、食文化まで広く、はい、そうですね、やられているということですけどもね、はい、さて、そんな中でのこの茨城支部、茨城県支部、はい、というのは、どういった経緯でこう立ち上がったんですか。はい、まず立ち上がりがですね、この先にセレーネさん、バーセレーネさんって、はい、そこの田村総一さん、その方が茨城にはまだバーテンダー協会の支部がないと、はい、それで栃木の方に勉強に行って、そしていろいろ勉強して、そして茨城支部を立ち上げたと、その時の創立メンバーですね、はい、こちらね、そんなふうな経緯があります、はい、で実際そうやって、茨城じゃなくて
まあ、田村さんが勉強されて一緒に立ち上げられた、はい、その中でこの20年間どういった活動をされてきたんでしょうか。そうですね、例えばコンペティションなんていうのではない、結構ね、はい、茨城は頑張ってるんですね、例えば第8回ジュニアのカクテルコンプリで、うん、グランプリを取ったとか、大津千恵さん、はい、ここに、はい、いた、うん、ミルートにいた感じ、女性です、女性です、はい、あすごいですね、彼女はいろいろ頑張ってますね、うん、それとあと奉仕活動も結構やってるんですよ、はい、これは2000年の時だったんですけど、うん、日立海浜公園、はい、ここであのミルクメッセっていうのがありまして、ミルクメッセ、はい、これ牛乳普及協会、はい、その中で牛乳のカクテルを作ってくれと、へいうようなことで、参加しました。なんかイメージ的にはお酒だけのカクテルってイメージですけども、そういったミルクなんかも使うんですか。ノンアルコールカクテル、へこれも面白いですよね。老人ホーム、はい、もみ山会っていったところ、うん、はい、今、まあ、お年を召された方々が入居しているところ、そこでカクテルを振ってみんなで、お酒、はい、ノンアルコールカクテルですね。まあ、ましたよね、今ね。はい、2つ以上のね、ものを入れるとカクテルという、まあ、一つの定義ですから、はいはい、ノンアルコールの、うん、ジュース類をですね、うん、入れまして、それで提供したと、はい、ご高齢の方にも楽しんでいただけるようにといった、まあ、はい、そのご高齢の方でも元気な人もいましてね、ちょっとアルコール入れてくれよとかね、やっぱりそんなのがいっぱいありましたね、非常に楽しかったですね、はい、なるほど、それと、うん、あとは勉強会、はい、こんなこともいっぱいやっております、まあ、そうやってやっぱりご自分たちの技術も向上させつつ、はい、そういったいわゆる飲料文化も向上させつつ、そうですね、はい、この日本バーテンダー協会、新茨城市の皆さんも、はい、いわゆるその日々ね、どん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 こう新しいものが出てきます、うん、でなおかつやはり古いもの、オールドなボトルを大事にしながら、うんうん、とても細かいですね、たくさんの種類を我々はお客様にいち早く提供していくという、はい、そっかそっか、そうか、ですから協会というこれに入ってますと、うんうん、あるいはそのお客様がいらっしゃいますと、うん、一番新しい世界のトレンドのカクテルをですね、はい、あるいは洋酒をですね、うん、楽しみいただけるっていうこういうことなんですね。なるほどね、素晴らしいですね。そして今ちょっとお話ありましたけども、この茨城支部が20周年を迎える、はい、でそのパーティーが終わりになるということですよね、はいはい、はい、そうですね、はい、8月の17日に、ね、はい、水戸のメリベールサンシャインという、はい、まあ、結婚式場を開きまして、はい、20周年のパーティーを、はい、やるんですけど、当日は銀座からチャンピオンバーテンダーが2名参りまして、うん、カクテルを振る舞っていただいたり、あと県内のバーテンダー、それからお酒のいろんなメーカーさんがありますんで、タッグを組みまして来ていただいたお客様の舌を楽しむ、はい、でまたジャズボーカリストの、星野由美子さんはい、がですね、ジャズを歌い上げてご来場くださったお客さんの耳を楽しませ、うん、あとは夏のイベントでございますので、ハワイアンフラダンスショーですかね、タヒチアンショーですね、はい、でこれ来ていただいた方も目を楽しませる、はい、あとはもうプロのシェリーと生ハムですね、うん、こういったものを会場で振る舞って、来ていただいて皆さんに楽しんでいただけたらなと、もうほぼ五感を楽しんでもらえるという感じで、はいはい、これ一般の方ももちろん行くことは可能なんですか、はい、もちろんでございます。これただそれだけのね、素晴らしい内容ですと料金発生しますよね。料金は、はい、おいくらぐらいなんでしょう。はい、チケットの方なんですけれども、はい、前日までですね、前売りがございます、はい、こちらが7000円と 7000、はい、なっておりまして、当日は8000円でございます。なるほど、できるだけ前日までにお求めになりますと、うん、非常にお得でございます。ですよね、はい、いやでもね、これだけ今ちょっとお話さらっと伺っただけでも、唾湧いてくる内容なんで、うん、はい、7000円ってね、普通に、バーに寄って、まあ、4、5杯飲んだらもう普通にちょい金額でもありますもんね。そうですね、うん、ですのでこの度の、いらっしゃるお客様のですね、一つの、いわゆるそのポイントといいますか、はい、片っ端から飲んでいくのと大変です。約そうですね、カクテル含めますと100種類以上はございますから、ということはですね、はい、やはり、これはプレミアムだなと思うものから攻めていくというね、うん、そういうふうな飲み方も一つのコツかなと、
では、思います。はい、その、ね、飲み方のコツもあるんですけど、チケットはどちらにお問い合わせすればよろしいんですか。はい、はい、チケットの方はですね、バーテンダー協会の、はい、茨城のですね、事務所をやっております、はい、あのバーミルートの方に、はい、来ていただきまして、はい、でまたお問い合わせの方は、はい、電話番号を言ってます、はい、電話番号の方が 029-228-6466 でございます、はいはい、こちらに、言っていただければ、はい、はい、喜んで。もう一つお楽しみがあります、はいはい、何ですか。実はね、木内さんってはい、ネストビールです、ね、はい、有名ですね。あそこに約1ヶ月ぐらい前に、うん、うちらのスタッフでビールを仕込んできたんです、うん、はい、そうなんです。オリジナルビールあるってことなんですか、はい、しかも2種類、はい、うわ、はい、楽しみですね。1種類は水戸の梅を絞って、うん、作ったのと、あと本格的なちょっとね、はい、池上さん、すみません、本当に僕ね、よだれが出てきちゃって大変なことになっちゃってるんですけども、まずはですね、この8月17日日曜日、はい、茨城支部の20周年アニバーサリーパーティー、ぜひ皆さん足を運んでいただいて、あ、こんなカクテルがあるんだっていう新しい発見もありますしね、はい、うん、それから逆にこういわゆるスタンダードのカクテルを改めて味わうという楽しみ方もあると思いますので、はい、ぜひとも足を運びいただきたいと思います。詳しくはバービルトさんの方にお問い合わせいただきたいと思います。というわけで今日はですね、日本バーテンダー協会茨城支部の池延さん、新井さん、そして中村さんにお話を伺いました。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ジェームスさん、うん、お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。やっぱ、うん、大人な雰囲気でした ね、 ね、はい、言っときますけども、はい、インタビューしてる間、はい、お酒一滴も飲んでないですからね、うん、そこ行っとかないとね、まあ、はい、まあ、そうですよね、はい、お仕事中ですから。そうですよ、そうですよ、飲むわけない、うん、はい、あれでも前ね、はい、飲んでた、はい、はい、ソーシャルストーリーをご紹介していきたいと思います、うん、はい、お肉食べたいっていうのと、マスター内原のあれですね、そうですね、日立牛の炙り焼き、うん、はい、お肉食べたいっていうのと、うん、マスターウイスキーロックください。何がいいですか。あ、マスターマスターウイスキーのロック、それともスコッチ素敵なマスターですねでカウンター大丈夫ですか、このいろんなスペースがある本当に、はい、失礼いたしましたというわけでですね、はい、お話をお伺いしました、はい、こちらのコーナーですね、私たち MC 陣が皆さんのもとにお伺いしてお話を聞いております。イバキュアピープル、ぜひうち来てもいいよっていう方もいらっしゃいましたら、うん、ぜひぜひコメントとか、Facebook などでもお知らせいただければ私たち行きたいと思います。以上、イバキュアピープルでした。茨城を知ろう大キャンペーンの今年度第1弾の企画として、新プロジェクト茨城広告大賞を開催します。観光地でも食べ物でもイベントでも、これぞ茨城の魅力と胸を張って言えるものを詰め込んだ動画やポスターコピーを募集しています。まあね、一応スローガンとしては、なめんな茨城県というのがありますけ ど、 なるほど、ね、他にもね、近くでラッキー茨城か、なるほど、ね、いいね、意外と近いですから、そういうのとか、ね、感じろよ茨城県とかね、いいですね、いろんなものを感じてほしいということでね、茨城茨城茨城押しましたね、ただ押すっていう、何でもでももういいですから、松島屋松島屋、ああ松島屋、いいですね、いいじゃないですか、素晴らしいと思います、はい、年齢や腕前は関係ありません。日頃から感じている茨城への思いや、ここを PR したらいいのにという新しいアイデアで茨城の良さを伝えてください。はい、さあ、あなたの広告で魅力度ランキング最下位を脱出させてください。なめんなよ茨城県。うまいもんどころよ。あ、いなくなっちゃった、待ってください。はい、戻ってきて、はい、ストップ。はい、というわけでですね、はい、今からですね、うん、続きまして、はい、茨城食と農のポータルサイト、うん、うまいもんどころからのお知らせをしますよ、はい、はい、こちらうまいもんどころでは、うん、味わってみなきゃわからない贅沢な願いを叶える太っ腹コーナー、うん、プレゼントキャンペーンが毎週更新されています。毎回茨城の美味しいものをプレゼントしておりますが、本日から始まるプレゼントはこちら、よ、じゃじゃん、うん、高萩高原フェルムのほおずきジャムです。イエイエイ、ほおずきジャム、ほおずきジャムです、はいはい、こちらですね、高萩高原フェルムの永山さん、うん、こちら永山さんは食用ホオズキの栽培と商品化に夫婦で取り組んでいます、うん、食用ホオズキは9月から11月が収穫時期、
高い地、高地を好み夏の暑さに弱いため、永山さんはおよそ10年前から高萩市の標高540メートルの山に移り住み、無農薬で食用ホオズキを栽培しているそうです。すごいですね。すごいですよね、うん、そしてこのメジャーではない食用ホオズキをどうしたら知ってもらえるか悩んだ永山さんは、年間を通じて楽しめるジャム加工への挑戦を始めました。ほうほう。県農産加工指導センターの指導を受けながら研究を重ねることなんと3年、うん、色、味、香りに納得のできる食用ホオズキジャムを完成させました。お、美しく透き通るようなオレンジ色と、うん、甘みと酸味が程よく調和した永山さんの作るジャムは県内外の一流シェフの目に留まりまして高い評価を受けました。お、その品質は海外でも認められ、2012年、2013年のモンドセレクションで2年連続金賞を受賞しているんだそうです。素晴らしい。素晴らしいですよね。すごいですね。はい。研究に研究を重ねたこのホオズキジャムですけども、なんか綺麗な色ですよね。ね、うんうんうん、すごい綺麗なオレンジで。あれ？茨城だから？あ、本当だ。素晴らしいね。素晴らしいじゃないですか。綺麗なオレンジ色。はい、このホオズキジャムなんですが、今回なんと、うん、高萩高原フェルムからホオズキジャムを3名様にプレゼントします。ありがとうございます。応募期間はですね、本日の夕方から8月25日までとなります。はい、この機会にぜひご賞味ください。またうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは、茨城の旬の食材や県内の直売所情報、美味しい料理のレシピなど、茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりご紹介していますので、皆様ぜひぜひこちらうまいもんどころご覧ください。以上、うまいもんどころのコーナーでした。皆様こんにちは。第9期親善大使スマイル神戸、辰家恵里と申します。私から神戸の街をご紹介させていただきます。神戸は1868年に開港以来、さまざまな外国文化を取り入れながら発展してきた町で、異国情緒あふれる北の異人館街、旧居留地がございます。これらの市街地から海や山がとっても近く、一度にたくさんの観光スポットをお楽しみいただける大変コンパクトな町です。海では商業施設やアンパンマンミュージアムが、そして六甲山からは1000万ドルの夜景をお楽しみいただけます。また神戸には日本三湖線三名線の一つ有馬温泉がありますので、海、山、そして市街地で楽しんだ後にゆっくりと体を癒していただければと思います。そして今年はあの阪神淡路大震災から20年目を迎え、12月には震災以来毎年開催しております光のイルミネーションイベント、神戸ルミナリエも20回目となります。毎年全国からたくさんの方々にお越しいただきまして、今年も12月4日から15日までの12日間開催いたします。神戸ルミナリエでは長さ270メートルの光の回廊と全長215メートルの巨大な光のオブジェをご覧いただけます。茨城空港から神戸空港までは約80分ととっても近い街ですので、皆様ぜひ神戸にお越しください。神戸で待とうよ。イバキラープというわけで、このコーナーは、はい、このコーナーはイバキラ TV 公式 Facebook ページに投稿していただいた皆さんの投稿をご紹介するコーナーです。はい、投稿方法は、はい、まずイバキラ TV 公式 Facebook ページにアクセスしていただきます。その後こちらいいねを押していただいて、投稿するフォームからお写真そしてコメントが簡単に投稿するようになりますので、はい、皆様からの投稿お待ちしておりますよ。お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。さあ、それでは今日の参りましょうか。1枚目、ん、期間限定、近所の自販機にて発見しました。はい、今だけ大サービスの10円マシマシだそうです。マシマシ、うん、あ、そういうことですか。通常110円で期間限定で120円期間限定、うん、でも、はい、ちゃんと110円で買いました。あ、そう、なんかこう業者の方がきっとこうシュッとずらしたのをそのままにしちゃったんでしょうかね。どうなんでもこっちで書いてるわけだから、うんうん、
ここ後ろがこのどう書いてあるかっていうのが気になりますね、うん、ただ同じものですよねこれね。ゴロッとたっぷりプリプリ食感、何が期間限定で120円になる10円増したのかっていうのが気になります、ね、気になりますね、はい、でも結局定価で買えるっていう不可思議なことが起きます、はい、暑さのせいでしょうか、そうでしょうか、はい、じゃ続いてまいりましょう、こちら、おお、なんか素敵な感じ、ハワイアンな食べ物に出会ってしまいました、はい、ハワイアンな食べ物、マンゴー味をお願いしたのですが、うわ結構大きいんじゃないこれ、え本当ですか、うんうんうん、最高に美味しかったです、最高に美味しい、そうでしょうよ、ね、ソフトクリームかなこれ、なんでしょうかね、ソフトクリームはマンゴーがブワーッ、これパンケーキでしょ、あパンケーキ、はあ、オーナーさんの優しい笑顔と美味しさに暑さも少し和らいだような、大きい、本当だ大きいよね、あ本当だ、ハワイ行きたいって感じだハワイ気分を味わった後は本当にハワイに行きたくなっちゃう、ね、だって僕もこのまんまの衣装でカウンターの中入れそうじゃないですか、確かに本当似合います ね、なんかマスターとこうオーナーさんと並んで、うん、なんか友達になりそうな感じですよ ね、いい感じですよ、いいね、暑い時にこういった甘いものを取るとなんかいいかもしれないね、いいですね、ハワイ行きたいですね、僕も行きたいです、うん行きたいですよ、ね、これどうでしょう、あの番組で行くというのはない、ね、はい、はい、ないそうですね、はい、ぜひ あなたは行ってみてください、どうぞ行ってください続いてはこちら、美味しそう、この卵がまたいい味してるね、先日ランチにドライカレーを食べました、はい、暑い時はやはりカレー、うん、皆さんは隠し味に何を入れますか、隠し味、うん、インスタントコーヒー、ケチャップ、ソース、ヤクルト、ヨーグルトなどを私は入れます、へー、ヤクルトは初めて聞きました、ちなみにバターチキンカレーは、うん、トマト缶のみで水を入れずに作ると爽やかで美味ですよ、へー、お料理が上手な方なんですね、すごいね、隠し味ですね、それやっぱそれぞれの家庭のこう個性が出ますよね、隠し味っていうのは、ね、ドライカレー作るってすごいね、確かにすごい、うん、なかなかないですよね、作るっていうことは、ももちゃんはカレーに何隠し味入れますか、私はですね、うん、あのコーヒーとかインスタントコーヒーとかを入れたことありますね、結構こう深みが増すんですよ、深みが増したような気分になっただけかもしれませんが、なるほど、どうなんでしょう、僕ね、あのうちにインスタントコーヒーがないんで入れたことないんですよね、何があるんですか、コーヒーは、コーヒーは普通に豆ひいて入れるコーヒーなんで、おしゃれ、そっちの方がおいしいじゃないですか、そうなんですけどね、まあ、あのね、個人差がありますけどね月々はただね、作る時に隠し味って僕あんまね、言わないかな、本当ですか、もうあの野菜の普通のうまみと、あとニンニク入れたりとかするけど、あー、ニンニクいいですよね、スタミナつきますね、そのぐらいかな、あんまり考えて作らない、ただ、すっごい煮込んでるけどね、あの1日、2日、3日と経つとね、美味しいんですよ、僕朝から作りますから、朝から作るんですか、夜食べるために、そのぐらい煮込みます、まずすごい、そのぐらいぐらいしかやらないですね、隠し味入れないけど、はい、朝から作る、はい、すごいですね、カレーって時はたますごく食べたくなりますから、ね、なりますね、皆さんどんなこだわりを持っていますか、はい、はい、ありがとうございます、さあ続いてまいりましょう、こちら、なんか今日食べ物多くないですか、ねえ、なんだろうね、はい、水戸市大洗寄りにあるカフェに行ってきました、はい、カフェ、うん、地元の食材をふんだんに使った手作り料理がとても美味しいお店でした、へー、美味しそう、なんか俺だね、ワンプレートみたいな感じなんだ ね、そうですよね、うん、これなんサンドイッチですかね、サンドイッチでしょうね、はい、ベーコン、生ハム、トマト、レタス、うん、ここまで来ればね、できればあのハンバーグを入れてほしいですね、ここはね、あ、ハンバーガー好きのジェームスさんとしては、これなんだろう、ミートボールとひき肉ですかね、で、なんでしょうね、ね、でもすごい美味しそう、うん、これサラダもあって、クスクスかもしれないですね、クスクスって何ですか、うん、あのアフリカの方の、はい、うん、料理です、へー、はい、クスクス、もしかしたらね、うん、そうでしょう、いや、でもこれいいですね、野菜もいっぱい取れてね、え、うん、ヘルシーな感じしますね、ね、美味しそうでございますよ、食べたい、でも地元食材をたくさん使ってるんだよね、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます、さあ、あわらわらいばきら TV ポスターを作りまして、はい、皆さん、県内のですね、企業様、お店様に、設置のご協力いただいております、そんなご協力いただいているお店様、企業様をご紹介していきましょう、今日ご紹介するのはこちら、あの私が先日、はい、あのピープルで伺ってきました、そうですね、バーサスレーシングプロジェクトさんでございますね、海老沢さんでございますけどもね、ハンサムな方ですよね、ありがとうございます、ありがとうございます、あの何気に後ろにある
はい、ポルシェがイバキュラカラーというね。またもイバキュラカラー。ありがたい。ありがとうございます。たまたま偶然だと思います。このようにですね、県内の企業様、お店様、ポスターをお貼りいただいている、設置いただける、ご協力いただけるところを募集しております。ぜひコメントいただければ、スタッフがですね、持って伺いますので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。お願いします。そして、イバキュラピープルの、ピープルじゃない、失礼します。ピックアップ。イバキュラピックアップの方でも、皆様からのご投稿をお待ちしております。お写真、はい、そしてコメントを添えて、ぜひともお寄せください。よろしくお願いいたします。お待ちしてます。以上、イバキュラピックアップでした。平成31年に茨城県で45年ぶりに開催される第74回国民体育大会のマスコットキャラクターのデザインが決定しました。このマスコットキャラクターにふさわしく親しみやすい愛称を9月9日まで募集しています。応募方法はハガキ、ファックス、または茨城国体のホームページからもご応募いただけます。異なる作品であれば一人何点でも応募でき、どなたでもご応募いただけます。最優秀賞1点には5万円、優秀賞3点には1万円の賞金を贈呈いたします。最優秀作品は茨城国体のマスコットキャラクターの愛称として採用し、大会の広報活動などに広く使用されることになりますので、皆様ふるってご応募ください。詳しい内容は茨城国体公式ホームページをご覧いただくか、国体推進課、電話番号 029-301-5402、 029-301-5402 までお問い合わせください。皆様からのご応募をお待ちしております。本日も茨城県庁スタジオから生配信でお送りしておりました、イバキュラステーションエンディングのお時間でございます。はい、どうも。はい、そして今日もですね、たくさんのコメントいただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ご紹介していきたいと思います。ジャズは、マイルス・デイビスが好きでよく聞いてます。いいですね、帝王ですね。もうご存知ですか。まあ、一応はね。いいですね。はい、そして。この方センスいいと思いますよ。なんかさっきからあのトラックやろうの件もう僕の心にビンビン響いて、ね、はい、なんか意気投合してますけれども、はい、はあ、そしてジェームさん残念、今回は飲めなかったんですね、今回は飲めなかったんですね、なんで2回言った今今回は飲めなかったんですね、まあ、ということでほらやっぱりね、はい、お話伺わなきゃいけないからね、もこもこもこしてますけれどもはい、そしてほおずきジャムどんな味、そうね、気になりますよ ね、 ね、ぜひともあのご応募いただいて、はい、サメ様ですよ、はい、ぜひチャレンジしてください、チャレンジしてみてください、はい、でタイトル文字がピークアップした、はい、ビュンと出てきますから ね、 ね、はい、で間を取って115円とか、何の値段でしょうこれは、ね、115円とか、あれでさっき の、 あの自動販売機の値段ですよ、ああ、110円と120円の115円でも自動販売機って5円入らないですよ、5円とか1円使えるようにすればいいのに、ね、確かにあれ、ね、1円玉がいっぱいある時とか ね、 そうね、便利ですよね、はい、してでかっということで、あ、さっきのパンケーキ、ね、ハワイアンのパンケーキですよ ね、うん、ね、でっかいですよね、でかかったです、カレー食べたいということで、うん、やっぱりお昼ですから ね、 ね、こういう食べ物にはもう胃がすごい刺激されますよ、はい、うん、そして、食べ物の金曜日っていう形でね、そうなってきてます ね、そうなってきちゃってますねはい、というわけで今日もね、たくさんコメントいただきまして、皆さん、はい、ありがとうございます。さあ、今日も1時間お送りしてきました、イバキラステーション、はい、来週のイバキラステーションはと言いたいところですが、なんと来週はお休みでございます。あれ何、来週はお休みでございます。 どんだけ、8月11日月曜日から15日金曜日までの、月曜日から金曜日1週間の間お休みとなっております。次回のイバキラステーションは8月18日再来週の月曜日からになりますので、皆さんお間違いないようお願いします。お盆休みございます皆さんもですね、はい、お盆休みに入る方もいらっしゃるかと思います。これを機会にぜひ夏を満喫してはいかがでしょうか、はい、さあその、この後お別れの映像は、大洗サンビーチからの皆さんの声をご覧いただきながらお別れにしたいと思います、はい、本日のお相手はジェームス秀樹と鈴木桃子がお送りしました。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。どうもこんにちは。こんにちは。こちらでよくサーフィンされるんですか。はい、
まあ、週一サーフィンしてます。週一、あ、結構盛んにされてるんですね。はい。お住まいはこの辺なんですか？まあ、出身は栃木県になります。栃木。はい。で今は茨城に、まあ、仕事がこっちの方面が多いので、はい、こちらの方で。なるほど。させてもらいます。この海はいいですか？最高です。いいですね。これからもまあずっとここの海でサーフィンを続けていくような、はい、生涯続けていきたいと思います。素晴らしいですね。ではまたあの機会がありましたらぜひまたあの取材にお伺いさせていただきますのでよろしくお願いします。お世話さん、ありがとうございました。はい、どうも。こんにちは。こんにちは。こちらでは何をされてるんですか？お笑いサンビーチでバナナボートをやっています。なんだろう、バナナボートはシングルとダブルの2種類があるんですけど、1人1000円です、どちらも。なるほど。はい、お笑いマリンクラブに来てください。待ってます。はい、ありがとうございました。